皆様のお悩みや質問などにお答えするこのコーナー行ってみたいと思います。堪忍タイムのお時間。今言いましたように皆様からのお悩みや質問などわしら葵武将隊がお答えしようというコーナーとなっております。せっかくの機会ですのでどなたか何やら質問や、お悩みなどあるという方はございませんから、どなたか。さあじゃあ今日はこっちから行ってしまいますかな。じゃあ今日の晩飯何ですか。そちらの方行きますか。じゃあせっかくなんで どうしますか。こちらで、じゃあこちらの方で、じゃあお名前の方は。ようこそ。今日何やらツアーが何かですか。どちらから。春日井からです。ようこそ。リビンじゃあ誰かなんか今つまんないことか。大丈夫。さて早速質問もしくはお悩みなどお願いいたしたいと思います。悩みではないんですけど質問よろしいでしょうか。すごく皆さんかっこよくてハンサムで元気が良くて素晴らしいと思いました。ちょっと質問なんですけど、平均年齢と恋人なんかいらっしゃいますでしょうか。なるほど、皆の平均年齢ともしくは恋人がいるかどうかということなんでございますが、さてじゃあ榊原殿、とりあえず行ってみるか。そうじゃな、まあ平均年齢としてはわしら戦国の世から生きとるからかれこれもう450ぐらいになるかな。そうじゃな、まあまず言いたいのはお主らみんな年下だからパン買ってこい。おい今先輩からで行こうと。違うか、しかもパン。まあ恋人がいるかどうかということだがな、まあわしらはもうずっとな昔の世ではな、いっぱい妻も子供もいっぱいおるわ。だからな、そうですね、あれじゃない、あれだったら主も側室に加えてあってもいいけど。もうプロポーズか。大丈夫か。ありがたいお言葉で。そうか。縁組成功。じゃあ、夜にな。説教じゃ。そうですね、わしは大体みんな400、今日は若い2人が、一番若いのが稲姫ですかね。稲姫が多分450ぐらいで、一番上がこちらの酒井忠次殿が、いくつになりましたかな、今拙者、未だに484でございます。未だに葵武将隊最年長でございます。家康公よりも年上でございますが、さて、そんなわけでそんな家康公にも恋人がいらっしゃるかどうかお聞きしましょうかな。それではいい質問を聞かれた。いい質問をありがとう。そんなにみんなかっこいいか。わしも含めて469歳。わしは16人おる。政治家の歳15人か。今も数えきれんのほど。やはりおなごというものいいもんですな。年をとってもやはりそれが一つの我々の原動力でございます。あった。やはりこの世には男性と女性しかおりませんので、いろいろな男同士女同士というそういうお付き合いもございます。わし徳川家康は女の子が大好きでございます。方言。469歳の今になっても女の子は大好きでございます。いつでもどうぞ話しかけてください。誰かフォローせんということで、とても素敵なご質問をされたそちらに、今日初めていらっしゃる。違います。ちょこちょこ。じゃあこれもグビグビ飲んどれば、はい、これを差し上げます。私のぬくもりを作ってくれ。どうもありがとうございます。それではどうぞよろしく。どうぞ大きな拍手をどうぞ。どうもありがとうございました。大胆な質問でしたな。殿はおなごが大好きと。